松永和一郎6月10日から1953年は日本の政治家、栃木県宇都宮市長を務めた、栃木県下津賀郡小野寺村出身。1898年、東京法学院を卒業。1900年に東京市事務院となり、宿会制課に勤務していたが、宿会制委員長であった、星徹の目に止まり星の法律事務所に移った。 その後新聞記者を経て、1903年に再び東京市に入り、市区改正係長となり、主事保に任命された。1919年9月から1927年9月まで、下津川軍選出の栃木県会議員を務めた。この間19、1919年10月から1920年10月まで、県会副議長を、 1920年10月から1923年9月まで県会議長を務めた。また、声優本島の県視部長を務めた。1927年1月13日に宇都宮市長に就任。市長在任中には製造施設の整備や結核療養所の設置を行った。また、小学校の新設や文化財の保護などにも取り組んだ。 1929年2月18日、健康不良のため市長を辞職した。市長退任後、1929年から1933年まで、東京市牛込区長を務め、さらに、下役長に転じた。その後は、東京市養育委員長を務めた。その他に、両毛印刷株式会社取締役を務めた。ありがとうございます。